崩壊エネルギーの注入を続けろ。これっぽっちの量じゃ彼女を呼び覚ますことはできないよ。久しぶりだね。おかえり、K423。我が元に戻れ、我が眷属たちよ。おや、女王様を守りに来たのかい？全領域防衛衛星起動。全ヴァルキリー部隊一級作戦準備。さあ、世界の変革を迎える準備を整えろ。もうすぐ本部の領空に入ります。ハイペリオンがあればこんな敵わけないのに。愚痴らないでよ少佐。あれの改造が終わるまでハイペリオンを出すわけ。そのおもちゃで何をする気だいテレサ。もう帰りなさい。君の子供じみた行動を起こる気はないよ。反抗期は誰にもあるからね。相変わらず優しいですわね、おじい様。でも私はもう決めたの。もうあなたには屈しないわ。
スのエネルギーではこれ以上防げないわ。安心してください、極東支部のエースの出番です。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわ。どこに。せの出番ね。いい男を捕まえる。私は死なないで。
やるじゃないの。でもそれだけじゃ私には勝てないわよ。ダメだ、ヘリオスではあの審判型崩壊中に対抗できない。うん、他の場所に誘導しよう。私の出番ね。さっさと片付けてくっちゃ。対策あるんでしょうね。作戦を持ってきたぞ、姫子さん。さっさと片付けて。敵がいないくらい起こさない。艦長、この後に付き合ってよ。テレサさん、座標ありがとう。僕たちはちょうどいいところに来たようだ。やっと来たわね。遅すぎるわよ、アインシュタイン。天命本部の守りが固くてね。幸い殻に大穴が開いているのを見つけたよ。何か策があるんでしょうね。期待には応えよう、テレサさん。テスラ博士、君はリラックスを覚えた方がいい。このような敵と対峙するとき、僕の計画は決まってノープランだ。テレサさん、航路上の崩壊銃は全て片付けた。いつでも作戦を始められるぞ。だが、そちらの戦艦は随分と小さくなったようだね。ハイペリオンはまだ学園にいるわ。あなたの言うようにムーンライトスローンのあれをハイペリオンのメインエンジンに組み込んでいる最中よ。安心なさい、もうすぐハイペリオンも来るわ。ご苦労、これで役者も道具も揃う。私は一度やると決めたら最後までやり抜くよ。
様、位置についたわよ。でも本当にやる気？今回7割近くの機構を連れてきてるのよ。本部にいるカカリアのメギツネが何かしないか心配よ。博士、オットーの計画を成功させるわけにはいかないんだ。たとえ多くの犠牲を払おうとも崩壊の再臨を阻止せねば。あの人とネゲントロピーのためにもね。テレサさん、君たちにかけた大勝負なんだ。失望させないでくれよ。本部に戻ってくるのは実に何年ぶりだろうな。ここを見ると古い友達の名を思い出す。エジソン、プランク、いや、今は昔を懐かしむ時じゃないか。もっと重要な使命が待っている。そう、眠り姫が待っているのだ。4代バルキリー過激死決輪リミッター解除。少し厄介ですね。まあまあでしたね。